はい、ダブルレイとツイッチ生放送を始めていきます。パーティーはここ何試合かはずっとっていう、ここ何試合かはこのパーティーだけど、ボルトロスをもともと臆病最速、いたずら心のボルトロスを使ってたんだけど、性格穏やかな耐久ボルトロスに変えました。本当は物理ポケモン、まあ、メガガルラ中心とした物理ポケモンが強い環境だからずぶといボルトロスを使いたいんだけど、あいにくずぶといのボルトロスを今持ってないので、穏やかボルトロスにエアボンの実を持たせたやつで代用しようかと思います。まあ、役割としてはデンジャーによる素早さ操作、耐久水タイプへの10万ボルトの打点、まあ、挑発で厄介な変テコセンスを止める、とりあえずその辺の役割をボルトロスに持たせようと思っています。じゃあ潜っていきましょう。もはや負けすぎて勝利回数より負けの数が多くなっちゃいそうな危険さえあるけど、頑張っていきたいですね。対戦相手を探しています。しばらくお待ちください。日本東京都セーランさん、レート1555、対戦よろしくお願いします。これはなんだ、これはパッと見初心者っぽくも見えるけど、まあ舐めてかかると痛い目も見そうだし、相手のパーティー、ラティアス、サーナイト、ミロカロス、ビングマ、カポエラ、なんだっけ、ルカリオ、メガオカのおっしゃるのはラティアス、サーナイト、ルカリオの3体で、厄介なポケモン、打点が高いポケモン、まあ、メガサーナイト出たら結構高いし、ルカリオもメガってくるんだったら特性で強力になるからちょっと気をつけなきゃなって感じやな。電磁波による素晴らしさは有効そうな気はするけど、サーナイトがトリックルーム使ってくる可能性もなきにしもあらずかな。クレセ、クレセ、ガルボルト、ランド、ヒードラン、ミルコロス、これで、セーランさん対戦よろしくお願いします。ルカリオ特製精神力か、精神力、ラティアスサーナイト、サーナイスが、サーナイスじゃねえ、サーナイトが、肝っ玉とです。特製の発動順ではまだ素早さ分かんねえな。猫魂をサーナイト、電磁波をラティアス、ラティアスがラムの実を持っている可能性はないと思うから、電磁波はラティアスが守らない鍵が通るはず。ガルガがメガ進化、相手どっちもメガ枠じゃないのかな。それか一旦目はメガらずに様子見してくるとか、守りを守るとかで、サーナイトがメガ進化、相手のサーナイトの方が遅いってことは、次ステミタックルかませますね。何それ、はぁ、マジックコートって何それ、ちょっと待って、何その技、考えてなかったんだけど、跳ね返した、ボルトスには効果がないようだ。まあ普通にサナイトにステミタックル打つよね。まあもう一回電磁波打つ、いや10万ボルトでいいでしょ。カポエラとか出てくるのかな、威嚇で攻撃力下げるために。サーナイト守ってきたからステミが通るか、もしくは裏のポケモンにステミが通るかだけど、マジックコートってめっちゃ久々に見たな。変化技を跳ね返すんだっけ、しかも優先度が高いんだよな、これ見た限り。サーナイトが出て、交代して、
ミロカロス、あ、これは潰せるね。リフレクター、あー、なるほど。10万で落とせるかな。硬い。まあ、ヒッター。でオボンだったら余裕を持って耐えられる可能性もあるか。倒れてくれた。サンライトだとしたら素早さで取れてるからあんまり怖くはないが、相手のラティアスはこっちのガルーラ、ボルトスに対して高い打点なさそうだし、ステミタックル、10万ボルト。それかなんか変な技あるかな。ガルーラ2発では持ってけないはず、このヒットポイントから。で、メガ進化の順番から追い風か。10万ボルト。違う。ガルーラもともと90族。ああ、小さつらい。サナイトもともと80族だから、スバーサが20種族値上がるのか。だからガルーラとサナイトがスバーサ関係逆転してるってことを失念してましたね。とりあえずサナイトは潰した。今追い風が張られてるから、スバーサが抜けない状態。相手のラスト1はリングマ。どうしようかな。絶対スバーサ抜けないんだよな。ケタブリとか飛んでくる可能性もないことはないけど、で電磁波は効かないよな。もう一回マジックコード使ってきそうではある。ボルトス守るいるかな。毒毒がいらなんか、でもトリトロンとかに打ちたいシーンあるかなとか思ってやってるけど、リングマが守る。電磁波は決まるか、それかマジックコートか。マジックコートしてこなかった。電磁波が通る。神秘の守りは使われてなかったもんね。サイコショックが、あ、ボルトロス方向。どうしようかな。リングマン何覚えてるんだ。ケタグリあったら怖いよな。ボルトラス死んだもいいからヒブラン守って、次のターンリングマンに猫打ってヒブランが身代わり張るのが一番安定かな。なあ、ボルトは死んでもいいや。挑発、挑発ラン、挑発はリングマンに打ってシャリ際に猫を守るステージみたいな。これでいいや。リングマがその後守れなくなるから。自信、なるほど。サイコショックがボルト走行。あ、ボルトは死んでもいいので、で、リングマに猫を打ってヒードランが身代わりを残しましょう。身代わり猫魂をリングマに。多分特性早足だったっけ。早足だから素早さはどっちみち超速いんだよな。追い風状態はまだ続いてるし、確か。猫魂がリングマに通る。まあ、これで毒によるスリップダメージも稼げるっていうわけで、うん、行動順はリングマが、まあ、早いよね。体がしびれて動けない。追い風が止む。どうしようかな。ナティアス、瞑想とかないよね。これでいいや。リングマは守れないから、冬打ちは絶対通る。
不意地で打点が足りるか心配だったからヒードラ守ったけど、これだったらヒードラを動かして熱風打ってもよかったな。まあいいや、結果論だ。体が痺れて動けない。熱風不意地セミ、ん、不意地が威力いくつだっけ。不意地が威力80、セミが120。弱点ついたらどっちみち一緒なんだから、ちょっと120160、セミの方が上か打点。まあ一回不意打ちにするか、どっちでもいいんだけど、セミ打つと反動で死ぬからラティアスってやっぱ硬いポケモンだな。熱風も一発でギリ倒せるかぐらいか。サイコショックでガルダが死ぬ。ステミタックル打ってたらハンドルで死んで、まあヒードラに多分サイコショックがいってたよね。てかミロカラスあんまり威嚇に出せないんだったらスイ君の方がいい気もするんだけど、ずぶといスイ君が今用意できる答えがいたかどうか。大風だと倒せないのか。うん、これ当てて勝ち。アメパが重いから水タイプを耐久水系、まあブレンジェルでもスイ君でもミドクロスでもその枠自体満たすけど、レイジュランドとするの存在を考えたとしてもやっぱりスイ君の方が使えるかな。水タイプとして耐久値から言っても追い風があるかもしれないっていうプレッシャー、瞑想型の可能性も考慮させるあのプレッシャー。ミルカロスよりスイ君入れた方がいいかな。どうだろう、あんまり威嚇牽制してる感じもないしな。自分ではそのつもりで言えてるけど、対戦相手を探してます。しばらくお待ちください。メキシコハリスコ州ペッ レクシーさん、レッドセンのペック89、1689。ジェンガーが迷惑だな。何しようとしたんだっけ。パーティーをキャプリタイ、相手のパーティー、レイジュランドロス、ケシンボルトロス、ジェンガー、ニンフィア、テラキオン、ミロカロス、うん、クレセリアはテラキオンには圧倒的に強い、テラキオンのレジュランドスに対しては圧倒的に強いけど、ニーフィアミロカロスに対して打点があるわけではない。どうしよっかね、どうしよっかね。はい、アメリカ、はい、はい、どうしよっかな。テラキオンがいるからガルーラ初手出すのもあれって感じだしな。ミロカロスを出す、うん、そうしようかな。ミロボルトどうでしょう。でこのタイプのテラキオンって持ち物は何だろう。ラムの実なのかタスキなのか。エルフテラキとかだったらよくの実が可能性高いんだろうけど、テラキピン刺しみたいな感じだから、タスキ、玉、スカーフ、マスカ、うーん、ラムの実なんだろうね。ミロカロス、クレセリア、ここ、ミロカロス、ヒードラ、ミロカロス、ボルトロス、ガルラ、ヒードラ、迷ったけどこれで。最近なんか自分の戦術に自信がなくなってるというか、あんまりにも負けすぎてるせいで、かなり自信喪失状態だから怪しすぎるプレイング選出してるかもしれない。本当にジェンガーボルトロス、めんどくさいな。俺のボルトロススバーサ振ってないから131しかないから、デンジアウトとしても挑発決められる可能性が高いんだよね。でこのタイプのジェンガーって身代わりはないよね、多分。
ここいる風ってボルトボルト電柱マンかな。弦が動いてくるかどうかだけど、守るしてくる。ただ相手この対面ではこっちはボルトロス、相手にスバサ巻きてるだろうってことは分かっちゃうけど、相手のボルトロスがこっちのボルトロスで早い確証はないわけで、10万をどっちに打つかなんだけど、ボルトに打つかジェンガに打つか、どっちがいいでしょうか。守られない可能性高いのはボルトロスだと思う。ボルトに打つ、相手のジェンガがメガ進化、メガジェンガーに守ってきてね。10万ボルトをボルト倉庫、ベンジャー決めてれてたじゃん。クソしゃあないな、結果論だな。当てろよ、 OK。お盆のみ、相手裏からミノカラス出てくる可能性もあるけど、10万ボルトのプレッシャーがあるからあんまりそれないと思いたいんだけど、どうだろう。ここいる風、電磁波、電が引っ込めて、なんだろう、ロジュランドロス、ミラコラス、あーミラコラスか、しゃあねえな。負けん、凍える風外してほしいんだけど、負けん気外れさせちゃうじゃん。威張る、キャンナイビーマイイン、ヨアモート、どういうこと。威張られたぞ、当てちゃったし。勝ち気発動させたのはちょっとだるい。しかもこれなんだ、タラフの実かよ、やべえ。ガルーラしか倒せなくなっちゃった、相手のミラコラスが。ミラコラス放置してボルトロスネットヒートランダース、威張られるのだるいな。ネットは通る、燃えろ、燃えない。ミラコラス20万、100、ネットが、ちょっとそっちにネット打ってんのかよ、クソ。てか相手のミラコラス火力低いな。痺れてほしい。ミルカラスに電磁入るのは嫌だな。守る、熱風、まあそうだよね。とりあえずボルトは処理、ミルカラスはタラプロミ発動してるから全然ダメージ入らねえ。覚える風、俺ヒードラワンチャン耐えない、耐えた、えらい。ニンフィア、ネットをニンフィア、ヒートランは凍える風食らっちゃってるから守る。こっちのミラコラスの方が相手のニンフィアより早い。燃えて燃えた燃えた燃えて燃えて燃えない。
玉か。体がしびれて動けない。自己再生、ミロカラス相手守るあるかな。ガレル開け出しするのはまずいし、逃げ守る。決まった、逃げ守る決まった。自己再生成功。相手のミロカラスが何してるかだけど、守備って動けない。 OK、 もう一回ネット打つチャンスが生まれた。この隙にボルトロスとかガレラチェンジできたら一番良かったけど、タマニンフィアだから守る持ってるわけだよね。こだわってないから。ボルトかランドどっち、あ、間違った、ヒードランかランド、あ、ボルトどっち切るかだけど、ボルト残したいよね。3連守る決まらない。燃えろ、燃えて燃えて燃えて、落ちて。 OK、 ヘイパーボイス。弾ダメージを受ける。相手のミラカスもネット。燃えないでね、燃えないでね。オッケー。ボルトはゲンガー対策で残しておきたいからガルーラかな。ただ相手に読まれるか、いや、ミルカラス守れなさそうだし、ガルーラ出そう。自己再生、捨て身タックルをミロカラスに。ゲンガー交代してくるかな。じゃでもないでしょ、タラップ発動してるし、勝ち気も発動してるから、相手はミロカラスは居座るはずだから、守るがあるかどうかで、相手はミロカラスに。あと、まあ非常態だから守るがあったとして成功するかどうか。ガルラメが進化。オッケー、守りあったっぽいけど、しびれて動けない。ステミタックルが決まる。倒せるかどうか。オッケー、倒せそうだ。やったぜ。オッケーオッケー、オッケー牧場。ミルコス自己再生。ニーフィアがハイパーボイス。弾ダメを受ける。相手はもうなんだ、ミンフィアはやけどダメージ死んじゃうから守らないはずだと思うから、玄関に守るがある、あ、身代わりがあるかどうかだけど多分ないでしょ。ネットニンフィアに姿かかってるから。で、ガルーラは、不意打ちをゲンガーに。どうだろうか。これでいいんじゃないの多分。ここの詰め作業は多分間違ってないはず。ガルーラが不意打ちをゲンガーに。ミラコラスは素晴らしいで勝ってるから、ネットをニンフィアに。うん、間違ってないはず。本当はゲンガーが鬼火持ってるかもしれないけど、鬼火ってことしたらミロカラスのネットが通るし、それでいいんじゃないかな。ガルーラはひたすら不意打ち打ってミロカラスのネットでいいんじゃないの。これで勝ちじゃないの。これで鬼火か。金縛り、不意打ちを封じ込められた。
熱湯が通る、燃えろ、燃えた、勝ちだな。もはやもう金縛り食らっても何でもいいから、相手は攻撃技出せないでしょ。何やっても勝ちじゃないの。守る、不意地が出せない。何もやることないよな。通る技ないし。対戦ありがとうございました。ふう、海外勢のメガジェンガでこちらなんとか勝ってました。はい、ここまでダブルレート2試合、ご視聴ありがとうございました。あとで YouTube の方にも動画ありようと思うんで、よかったら見ていただいて、コメント、高評価、チャンネル登録などしていただけると非常に嬉しいです。ここまで、次回以降のモチベーションにつながります。ここまでご視聴ありがとうございました。サンキューウォッチングマイツイッチライブ3。See you next time!